自分が手放してきた一番大きなものって何かなというと、はい、やっぱり35歳の時に今までの自分かな。だよー、はい、今日もどうぞよろしくお願いします。来ましたよ、それとんでもねえ人たち来ました。2人でやろうって言ったじゃん。いや、やめろよ。いるのになんでみんないるのに俺はその2人の喋りを聞くのおかしい。もったいないじゃないですか。せっかくゲストゲスト紹介してください。天竺さんと圭介さんです。圭介さんとは大王は一緒に開運合宿やったりだとか。初対面ですね。なんで記憶どこにいたの？記憶。いやいやもうね、本当お願いします。記憶どこに行ったんですか？本当に。年に1回やってるんですよ合宿を。そうですね。合宿。去年えらい盛り上がりましたよ。めちゃめちゃ盛り上がった。200人ぐらい来たでしょ？相当盛り上がりましたね。そうですそうです。もう老若にゃんにょ。はい、盛り上がりましたよ。ずっと号泣だったってみんな言ってましたね。確かにそうっすね。どうしたら号泣なの？いやもう上から下から本当に泣いてましたね。したなんで年齢の話そうそう。あなたが間違ってない。なんだと思ったの？今僕が悪かったっすね。今罠がすごいっすね。気をつけてよ。だって小学生もいらっしゃったし。そうなんね。小学校もわかるような合宿。そうですね。みんなが泣く合宿でしたね。小学生多かったよね。小学生多かった。多いことないやろ。いや多かったっすよね。そうなの。はい。大島さんのとこだって小学生多いから。いやそんなん見たことない。よしみキャラバンとかそうだ、あの子供たちがね。そうですそうです。でも多くはないですね、やっぱり。23人でした。23人じゃない。俺が記憶してるで4人プラス1や。何を言うだよ。何してんねんこれ。この人ね、もうほったらかしにしたらそんなことばっかりしてる。本当ですよ。お天竺さんいるから安心してツッコめる人がいるから安心して、そうすると欧米か何させてんすかこれ。本当にここが一回ブチブチ切れるんやから。本当にやめてくれ。何なんすか流れが切れんのよ。だよ、今日天竺さんと圭介さんに聞きたいのが、これを捨てたら人生変わりましたってものを聞いていきたいです。2人はね、本当に捨ててきた、たくさん捨ててきた。知ってるんですか？知らんな俺のこと。特に大将は本当にちぎっては投げ。僕もうちょっと考える時間もらいたい。そうですね。天竺さん、これを手放したら人生が変わりましたみたいな。ああ、僕は過去をどんどん手放していってる感じです。どういうことですか？過去をやったことをもうどんどん手放して、でその時やりたいことをどんどんやっていくっていう。そうなんですね。そうですね。例えば今まで手放したもの。例えば植林とか海外支援とかも、もうそこは。俺よりもやりたい子が見つかったから手放すっていう感じで、保育園も3年目か今やったけど、今はもう保育士さんにも手放して俺はほとんど関わらないようにしてたりとか。あ、そうなんすね。そう。立ち上げるのがめっちゃ好きなんですか？立ち上げる好きというか、その時に感じて「うわやりたい!」ってなるからやって、そんならそれよりも俺よりもやりたいって人が出てきたら任した。すごいっすね、そのパス。そうしてたらなんかいつも自分がやりたいことをやれてる状態になるから、だからやらなければならない、続けなければならないっていうのがもうほぼないって感じ。めっちゃ純粋、すごく楽。そうなんすね。だよ、どうですかこれ。兄さんとも付き合い長いけども、あるかかなか昔からね。いや半年ぐらいじゃないですか。ジャングルちょっとこの話聞きたい。ちょっと記憶忘れてるだけで。ジャングルで何した？初めて会ったのジャングル。2人ともジャングル。フィジーのジャングル。濃い思い出なかったな。いや本当にその未開の地をこう、もう引っ張らんでええねん。違う、今何したよ。これちょっとフォーイグザンプルの話なんですけど、道を作っていくのが好きなんですよ。ああ、なるほどなるほど。なるほどね。なるほどなるほど。01 01が好きなの。01大好き。01である程度道を作ると、もう後ろにたくさんの人たちがついてきてるから、その人たちに任していく、新しい道を作っていくのが好きなんですよ。だから常に刺激がないと生きていけないんですよ。そうそうそう。新しい刺激がない。ただいまに公演情報をあなたにお届けするよ。急ですね。急ですよ。だいぶ僕たちいろんなところに行くんですよ。行きます。5月28日苫小牧。苫小牧。29札幌。札幌。6月1日新大阪。新大阪。6月27日京都です。京都。6月29、30でビジネスブートキャンプ in 東京、そして7月20仙台、22青森、23盛岡、そして24が山形、8月2日が八王子、そうです。8月19札幌、27静岡、そして9月15日仙台アガスティアノ。ありがとうございます。ありがとうございます。遊びに来てください。正式に言うと、01じゃなくて、−1を0にするっていうのをめっちゃ俺興奮する。学校に行った時にあまりにも目が死んだ子供たちが多すぎて、先生見ても全然輝いてないから、やめようこれみたいな。ほんなら、もう改革みたいなところで、−の部分を最低でも0にしたいみたいな部分、そこがワクワクするから。ああ、そうなんですね。だから今、ニュースクールを立ち上げて。あなたやってないから今入らない。そんな感じ。いや、ニュースクールって新しい学校って意味なんだよ。大丈夫、そのまんまやからな。そのひねりもない。事務長みたいなポジションから。薄っぺらいフォローやめてくれる。いや、今度長野で開校するから。いやいや、それはいいね。そこのハサミで切る。確かに。ああ、そうだ、開校して。いやいや、絵描くね、絵描くね。半分追ってて、半分間違ってるのやめてくれる。めちゃめちゃ大変。圭介さんはどうですか？今の兄さんの話で共通のやつになっちゃうんですけど、ねばならないを手放すっていうのはめっちゃ大事だと思いました。まさに兄さんがそうなんですけど、俺もねばならないがすごい多かった。あ、そうなんですか？いっぱいあった。人生の中でこうあらなきゃいけないだろうな、しなきゃいけない、ねばならないに縛られてたなと思って、ねばならないを手放していくとすごいやっぱ本当楽になったっていう。本当にその一回しかない人生なんで、もっと面白くしたいなって、自分の人生を面白くするためにはねばならないを手放していくっていうすごい大切だなって。本当に圭介さん、最近手放したねばならないみたいなやつとか、手放せないものは結構あって、手放したらもっといいなと思うやつは結構ありますね。本当ですか？はい、お酒の方とかね。でも飲食業をやってるっていうのもあるし、お酒飲む時間の次の日がもったいなかったりもするなと思いながら、でもやっぱ飲む時間も大好きなんで、すごくそれは手放した方がいいなと思いながら手放さずに。宝物でもありますもんね、圭介さんにとって。その時間も大好きな時間でもある。ちなみに今までで一番勇気を出して手放したものっていうのは何？じゃあそれはてっぺんの経営ですから、ね。ああ、てっぺんっていうこだわりがそうあって、てっぺんをやっぱ立ち上げてきて、居酒屋甲子園を引き継ぐのも、だったけどてっぺんを手放そうとした、居酒屋業界をもうやらないっていうふうに、40になった時に決断した時にもうこの授業をしながら講演もするとか、そういう教育授業をするっていうことに対して限界を感じてしまってたんで、メンバーへのなんかその関わりとか、メンバーとの時間とかっていうよりもこっちの時間のが楽しくなってしまったっていうのもあって、両立するのがちょっと良くないなっていうのは思いましたですよね。そうなんですね。相当な覚悟でしたね。そうですね、それはもう手放すっていうか、そこ引き継げてよかったなって思ってます。あ、今となっては。今となっては思いっきりまたアクセルが踏めるようになったので。ああ、そうなんですね。え、大王どうですか？何が？聞いてた。大王のチャンネルじゃないですか。大王もどんどん手放していくなんかイメージあるけど。いや、大王捨てましたね。大王が手放してるのは天竺さんと似てるんですけど、過去の記憶全くないんですよ。今日もね、記憶がないのと手放すのと違うような気がします。もう自動手放すとみたいな。あなたがこれに作った人、こんな唯一無二を作った人。そうです、そうです。すごい今進行中で絶賛手放してますね。ある意味でもそれぐらいの新鮮だよな。はい、そうですね。でもそれの方がさ、なんか忘れるってさ楽しいよね。いや、皆さんやっぱり過去の記憶とかいっぱいあって、僕も兄さんも全然覚えてないじゃないですか。覚えてない。だって今日の昼も覚えてないでしょ。もう昼覚えてない。何を？いや、餃子食ったらそれぐらい。さっき覚えてるわ。それぐらい餃子定食覚えてる。昨日の昼って言われたらちょっと思い出さないけど、30分前の餃子定食覚えてますよね。いや、だから本当僕もたくさん手放してきたけど、大将の話を聞いて。大将新しいですね。いつから大将って呼んでるんですか？一応殿って呼べって言われたんだけど、大将で勘弁してください。すごい。ゼラちゃんとたけしさん、そんなキャラじゃないですか。そんなんじゃないです。いや、その中で自分が手放してきた一番大きなものって何かなというと、やっぱり35歳の時にやっぱ今までの自分かな。ああ、結局その師匠にさ、自分の人生がうまくいかないのは、あなたの口から出るその否定的な言葉、ブスッとした顔、そしてありがとう言わない。だからもう女はひどかったやんから、こういうのあったらカーン殺してやな。てつさん過去の対応知ってるんですか？めちゃめちゃ知ってるやろよ。そうなんですね。小動物殺しって言われてる。悪すぎる、悪すぎる、悪すぎる。今回復のそんな殺したこと言ってなくないよ。あれでさえ気をつけてんのに普段大王がやってることが。あ、タバコ吸ってる、タバコ吸ってる、撮影中にタバコ吸ってる。いやだから人生変えるためには今までの自分を全部捨てていかないと絶対変えられないんだって気が付いたのがまあ35歳だからね。ああ、そうなんですね。だからもう本当新しい自分で今この瞬間から人格変えていかないと人生は変わらないって悟ったのが35歳だよね。大王、ちょうど人生を生まれ変わらせるためにめちゃめちゃ大切な合宿をするんですよ。超開運夢合宿。そういえば去年はリボーンとかいう。あ、そうですよ。生まれ変わりがテーマでした。今年は違うんですよ。なんかかっこいいのがいいですね。アップデートとか。アップデート？上がりながらデートしていくの？違います違います。スカイツリーじゃない。スカイツリーじゃない。なんでスカイツリーデートなんですか？帰れへんだよ俺はこの会話。ということで、圭介さんが夢の担当、大王が運の担当という合宿を7月14、15開催しますので、ぜひご覧いただければと思うのと、圭介さんのチャンネルの方でも動画をね、配信してますので、ぜひ見ていってほしいと思います。ありがとうございます。よっしゃー。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録をお願いします。お願いします。桜庭つゆきファンクラブ夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか？僕の資料がたくさん出てるからね。 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんだよ。本当のこと言えるのはオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。